本当に暇すぎるので捕まってみた。警察の人って怖いんだね。ちょっとふざけた態度取ったらすぐ怒るのが。ことのいきさつはこうだ。22歳、無職、ニートの暇すぎる俺に一つの出会いがあった。意味不に持っていたスレ、警察署の前でジョジョ待ちである。これは、このスレは面白い。なんて面白いスレなんだ。この一致は神だな。そう考えたとき、ゴくん、ゴくん、俺の中で何かが弾けた。やってみるか。そうとなれば変は急げ。俺は借金に走った。購入したものは、黒のセカンドバッグ、小さなビニール袋、塩。まず塩の水分を飛ばすため、フライパンでいる。そしてそれを自分の部屋に持っていき、ビニール袋に少しずつ詰め始めた。そして、詰めたものを今度は、セカンドバッグに入れる。くくく、もう誰にも俺は止められない。はご飯できたよ。ニヤニヤして何やってんの？気持ち悪いな、このニート。いや、なんでもないよ。ニートって言うな。ご飯何？麻婆豆腐。早く降りてこいよ。空気読んでよね、母ちゃん。麻婆豆腐を食し、胃の中を満腹にした俺は、計画の実行を試みる。小さな交番ではつまらないな。俺はそう考えた。電車で12分かかる駅の近くに大きな警察署がある。俺はそこをターゲットに絞った。すべての準備を終え、あとは実行に移すだけだが、チキンな俺は、心の準備をするために徒歩で45分かけて警察署に向かうことにした。駅に到着した俺は、足早に警察署に向かう。怪しげなセカンドバッグを両手で大事そうに抱えたニートが、一歩、また一歩、と距離を詰めていく俺。そして、一歩、また一歩と遠ざかっていく。スルーすんなお、なんだよ、あいつに向きもしねえ。もう2、3回前を通り過ぎただろうか。ちらっとこっち見ただけで、大して気に留めてない。いぜえ、こっちはこんなにドキドキしながらやってんのにひどくね。そんな温度差いらないよ。畜生、どうすれば呼び止められるんだよ。そして雑念が俺を襲う。雨の中何やってんだろう俺。そんなことを繰り返すこと、15分くらいだろうか。後ろから声がした。ちょっとあなた、さっきから何やってるんですか？来た、この瞬間、俺はもうすでに勝利を確信した。これから始まるないレース。ゆっくりと後ろを振り向く。そこには二人の警官が立っていた。来たこれ、先ほどの質問に答えることもなく、俺はまた振り返る。そして次の瞬間、もうなし。待ちなさい。銭形のとっさんかよ。待つわけねえだろ。あっさりと捕まった。2、3分逃げたかな。もう早いのなんのって。転ばされて腕すりむくし、超痛い。俺が何したって言うんだよ。慰謝料払えよな。そんで署に連れて行かれて質問攻め。ここから先、俺は常に体を震わせていたことを、頭に入れておいてほしい。寒いんですか？まず、お名前は？日本語わかりません。What's your name？うわ、英語喋ってきた。簡単な英語もわからないようですね。か、関西弁なら少々。自分、ふざけんのも大概にしいや。関西人かよ。お名前は？人に物を尋ねるときは、まず自分からって教わりませんでしたか？立花です。で、お名前は？なにわのスーマッハです。スーマッハは昨日引退しました。お名前をどうぞ。〇〇です。では、ご職業は？風俗嬢です。うふふふ。ふざけないでください。ニートです。無職ですね。この国ではそういうのですね。お前は何人やねん。じゃあ本題に移ろか。そのバッグの中のもん見せてくれるか。関西弁やめてください。痛快なので。あなたがそうしろと言ったんでしょう。では、バッグの中身を見せていただけますか。関西弁でお願いします。クスクス。ふざけんなぁ。すいません。バッグを開け、中身を渡す俺。ビニール袋の中の白い粉を見て顔つきが変わる立花。覚醒剤ですか？いえ、塩です。まさか今使ってらっしゃいますか？ラッシュで逃げ出そうとする俺が、別の警官に簡単に取り押さえられる。ギタバタもがく俺に立花が口を開く。お前なんで今逃げ出そうとしたんや？え？お前やっぱり撃ってるのか？違います。本当に塩ですよ。封を開け匂いを嗅ぐ立花。首をかしげ、小指の先に少量取り出し舐める。これは、塩やな。5袋あった粉を1個ずつ確かめる立花。全部塩やないか。塩って言ったやん。
ふざけんな。自分が何をやったかわかってるか。塩をマックに入れて歩いてた。公務執行妨害や。いや、俺は塩をマックに入れて歩いてただけですって。ほな、なんで逃げたんや。大臣恐怖症です。流暢に喋っとるやないか。カツ丼マナー。んなもん出るか。ドラマ見すぎや。自分で食え。貧乏人め。自分嘘やろ。傷ついたお。違います。ミートです。もうええ、通年。立花クオリティ高す。まあそんなこんなで、この後続々と説教された。で、落ち着いた頃。もうこんなことしなや。次会ったらほんまに訴えるぜ。左手で顔を隠し、右手で立花を指さす。俺は何度でも帰ってくるぞ。ドナ産業スター。やかましいわ。あ、こいつ多分ドド好きなんだな。迎えは？いるか？あ、いえ、いいです。自分で帰ります。もう来るなよ。あ、はい。ほんとすいませんでした。そんなこんなで俺の戦いは終わった。なんか虚しさだけが残ったような気がしないでもないが。まあ、面白いから作ったところもあるが、立花とのやりとりは通ありまぎな。警察署の前でドド泣き、押してくれた一気。本当にありがとう。あのスレに出会って、俺、なんか変われた気がするよ。あと2ヶ月くらいゴロゴロしたら、俺頑張ってみようと思う。最後に、付き合ってくれたお前らありがとう。お前らは、無茶、すんなよな。